はいえー、今回ですね、アドバンセから結果報をいただいたので、シェアしていきたいと思います。アドバンセになったからというのではありませんが、えー、権利収入的に過去にやっていたアダルトアフリエイトの報酬が1万円振り込まれました、アダルトアフリエイトをやっていた時のリューガのアフリエイトを実践していた時期があります。リューガは、会員登録した人が動画を購入すると、購入期限の一部は半永久的にアフリエト報酬が縛られるというものです。 逆に既に会員登録している人がフレートを踏んでも報酬ないと4ヶ月か半年かに1回ぐらい1万円振り込まれるのは助かります確か、ゲイ案件を吐きそうにな,なりながら頑張って紹介していた結果でしたアダルトは格好悪いと自己完結してやらなくなったのでこの時もやっておけばさらに権利収入が出たのだと感じてましたやはり格好つけずに稼ぐためのご貪欲に実践したことは生,生きているのだと思いましたこれもマインドですよねと いうことなんですけども、マインドというか捉え方ですよね。これは、うん、自分がどう捉えてるかっていうとこですよね。だってその世の中にはいろんな人がいて、うん、自分が、うん、なんだ、例えばこのゲイということに関して、うん、うん、自分がどう捉えてるのか。僕はもうフラットに見てるので、えー、女性が女性が好き、男性が男性が好きあるでしょう。うん。 もしくは恋ができないっていう人もいるでしょう。うん。だからいろんな人がいるんですよ。で、いろんな人がいるからこそ、人類は反映すると思います。例えば、モデルさんしか結婚できないってなったら、みんな結婚できないじゃないですか。<laughs> じゃあ、不細工の人は絶対結婚できないって言ったら、もう絶対、その、無理ですよね。でも、世の中には、美女と野獣っていうね、映画もある通り、なんか、美女と野獣でも、なんか、行けたりとか、まあ、実際あるじゃないですか。 なんかめっちゃ可愛い女の子だけどなんかうんーみたいな <laughs> そうやって世の中釣り合ってるんですよね。だからかっこいい人とかうん美人な人が結婚するという方程式はないですよね。っていう考え方で捉えていると、うんまあ結局自分がこれに対してどういう風な価値観を持っているかだけだと思いますけどね。 かっこいいとかかっこ悪いじゃなくてその価値観に対してその価値観を受け入れられるのか否定するのかっていうだけだと思います価値観を否定するのかあ肯定するのか受け入れるのかそれはその人の価値観であってうーんって感じですかねうんだからまあなんだろうな一言で言うとマインドというか稼ぐためにうーん やるかやらないここにねなんかねいろんなフィルターを挟んじゃう人が多いんですよね。うん例えば、まあ、今あんまないかもしれないですけども、まあ、ボットン便所ンの吸引、まあ、昔僕大学生の時ボットン便所の、うん、あ家だったんですねあの住むところが家賃2万円でボットン便所みたいなでそのバキューム缶みたいなの来るわけですよ。 でもバキューム化の仕事をする人がいなければそのうんこをこうきゅなんかこう取れないわけですよねじゃあそこに対してどう思うかなんですよね、うん、ど,うどういう視点で見てるのか、まあ、その仕事は臭い仕事だって捉えるのか、うん、俺がこの仕事をしなかったら誰がうんこを吸い出すんだみたいなねボットンベンジいまだに多分あると思うんですよ田舎行ったらじゃあその 人を助けられないといとだから僕も情報商材やって世間から言われてますけど僕が情報商材売らないとなんか詐欺に遭う人が増えんじゃないかっていう <laughs> 分かりますななんか結局捉え方考え方視点の持ち方かなと思うんですよね。でも本当にまあシンプルに考えると稼ぐか稼がないかっていうただそれだけですね。 お金稼いでから考えればいいじゃないですか。なんか本当になんかボランティアしたかったんだったら、なんかその1兆円とか稼いじゃって、じゃあその1兆円をあのなんだ寄付回せばいいじゃないですかって話で <laughs>、うん。稼いでから考えればいいと思うんですよね、その使い道は。うん、別にこれが、じゃあなんだアダルトアフリエイトが悪いことなのかって思ってる人もいるだろうし、 えー、情報商材を売ることは悪い人だと思ってる人もいるかもしれないですけども、まあ、男だったらぶっちゃけそのなんだアダルトなんかも中学生から見てんじゃないですか <laughs> ねだからこれはね高橋がなりさんも言ってましたけど所詮俺はそのアダルト DVD やアダルトビデオ屋だけど100億円稼げたとであとはまあそのこんな仕事でも人のためにお役に立ってるんだっていうところを まあいろんな人から聞けたっていうのが良かったっていうこと言ってましたよね。だ世間体からすると本当に言ってましたけど、どこからも融資受けられない、銀行からも借りれない、上場もできない、アダルト DVD やアダルト屋が上場できないと。だけど、うん、人のためになっている、うーん、なんだ、うん男性の、だから俺,俺たちがディ、なんか、性犯罪も、俺たちがこういうなんか、 作作品を作らないと性犯罪増えるんじそうなんかそういう話をしてましたけどね僕はあのマネーの虎の,その高橋がなりさんと直接お会いして話してきましたけどうんそう捉え方次第かなと思いますねはい頑張っていきましょうはいでは終わります